はいどうもジョスです。というわけで今回も8月のシンデレラナインの方やっていきたいと思います。というわけで今回はこちら、2人が見た景色にというストーリーを見ていこうと思いますよ。8月のシンデレラナイン、はい、というわけで今回もやっていこうと思いますけれども、こちらのストーリーはですね、前回の降りやまぬ孤独にの、まあ、続き的な感じになってるんでしょうかね。そうでしょうねなんでそんな喋り方やねはい、ということで、見ていきましょう。2年生編の7月上旬ですね。で、今回は、プロローグから第6話までありますので、まあ今回半分の第3話まで見ていこうかなと思います。ということで遊び方、今回のボーナス累積報酬では心の鍵章と絆の結晶の章がゲットできますよという風になっております。いや心の鍵ちょっと集めたいな、うんって感じかな。でさらにエクストラステージで強敵と対戦し勝利して報酬ゲットしようよというものになっております。ということで、早速ねプロローグの方を見ていきたいと思いますよ。8月のシンデレラナイン。あ、それなら海風じゃないかな。ここ海が近いから。なるほどな、こうして見るとなかなかいい景色だな。だよねだよね、学校が坂の上だからとっても眺めがいいよね。てんてんてん、回想シーン入ったな。いい景色だねソラちゃん。あーなんか悲しげな、悲しげなプロローグでございますはい、というわけでまあそういうことですよね。今回は、吾妻空と桜田千代のお話の続きとなっております。はい、というわけで第1話見ていきましょう。8月のシンデレラナイン。いやーどうなるんかね。お、いいね、りんちゃん、いい？打ち合わせ通りに行くよ。まず私が5組の教室に突撃して、やっほーいつものランチタイムだよって言ったら、りんちゃんは、今日の高梨のおかずはなんと唐揚げ、わあ美味しそう。ひどいし、無感情すぎて逆に感心するぐらい棒読みだし、もっと元気よくだよ。はなはだ疑問なのだが、このやりとりに一体何の意味があるというんだ。それはもちろん楽しい雰囲気を演出するため。演出を必要とする時点で5人での昼食が楽しいという感情からは程遠いところにあると認めているわけだ痛いとこついてくるな。またそうやって正論言う。そんなの分かってるよ私だって。あの2人については余計なことを考えない方がいいと思うけどね。あくまで当事者同士の問題だ。我々が首を突っ込むようなことは分かってるってば。余計なお世話かもしれないなんて、でもだからって黙って見てられないよ。そらちゃんと千代ちゃん入部した頃は、うん、ついこの間まで、二人ともあんなに仲良しだったのに。うん、日本には喧嘩するほど仲がいいという言葉があると聞いたことがあるよ。それはそうだけど、今回のは非常事態だし、だから放っておくわけにはいかないの。ほら行くよりんちゃん、ちゃんと打ち合わせ通りに。この間のシーンかな、これ。このシーンあったよね。やっほー、いつものランチタイムだ。よって、あれ？いない？あ、まだ別の日やね、これは。あ、もしかして野球部の子たち？なら、どっか行っちゃったけど。仲悪いやん。この二人でキャッチボール。無言で。ねえ、キャッチボールの相手なんで桜田じゃなくて私なの。お前分かってて言ってんのか。今の状態であいつを誘えるわけないだろう。吾妻もそういうとこ気にするんだ。私を何だと思ってんだよ。もっと単純だと思ってた。意外とね、複雑なんですよね。な、いいからとっとと投げろ。こればっかりは話してどうこうなる問題じゃないからな。頭下げるぐらいで厄介事が片付くぐらいなら苦労しねえし、うん、せやな、そうかもね。それに今私があいつに謝ったら、自分が野球に真剣じゃないって認めることになる。うん、お、女子生徒
でさ、相手には好きな人がいるらしいんだけど、それがうちのクラスにいるらしくって、てんてんてん。で、テストが終わったら夏大会か。ま、どうにかなんだろう。てんてんてん。どうしたら、悩んでるね。悩みに悩んでますね。はい、というわけで第1話見ていきましたよということで、いやーまあなかなかね複雑ですね。うん、あ、そうですよ、これ前回のお話、概要欄に、URL 載しておきますので、よかったらそちらもねご覧ください。というわけで、第2話見ていきましょう。8月のシンデレラン9。声出していこう、みんなもっと声出していこう。おー、桜田さん、あの今日も投げ込みよろしくお願いします。はい、今日はどうしましょうか。そうですね、変化球多めで打たせて取るピッチングを意識して。あ、桜田さん、ごめんなさい、あのなんか今先輩と私のやり取りが美容師さんとお客さんみたいだなって。今日はどんな感じにします、変化球多めで。あの、私が希望を聞いて直江先輩がどうしたいかを言うっていう、すいません本当それだけで。ふふ、確かに言われてみればそうだったかも。あ、こういう時はあれですよね、言い方ネタにしてるやん、もうなんか持ちギャグみたいになってるやん、いいなぁなんか。あ、あれ違いました、それとも似てなかったとか、ごめんなさい。あーなんか複雑なとこついたな。 いえ、直江先輩は何も悪くないです、今のはその。え、わ、赤妻さん相変わらず早いですね。ダメ。え、そらちゃんダメ、もうそれ以上は。赤妻さん、近藤さん怒ってる、何かあったんでしょうか。今日の球いつもより全然走ってないね、どうして。さっき言ったじゃないですか、調子が最悪なだけっす。具体的にどう悪いの。感覚的なことなんで言ってもわかんないっすよ。投球練習は控えめにねってこの前監督に言われたよね、ちゃんと守ってる。お母さん、お母さんっぽいな。もういいっすか、早く投げたいんですけど。ダメ、質問に答えるまで投げさせない。ちっ、めんどくさい。いいから座ってくださいよ。吾妻さん、私のことただの壁か何かと思ってる。わー、なんかこのシーンメジャーでも見たことあるような気がしますね。やっぱなんかそんな感じするよな、吾妻って。ちょっと五郎くんチックなとこあるよな。はい、経験はあなたに遠く及ばないかもしれないけど、私だってキャッチャーなの、ピッチャーの球を受け止めるのが私の役目なの。ここ最近吾妻さんと組み続けてるからわかるよ、日に日に調子が落ちて球に勢いがなくなってる。だからそれは調子が悪いだけって。二人ともどうしたの。お、チョスが出てきた。あわわ、チョス君まで、もしかして喧嘩なのかな。喧嘩ではないな。うん、僕も近藤と同意見だよ、最近の吾妻は明らかに投げすぎている。当初の経験がある吾妻なら休むことの大切さを理解してると思ったんだけど、どうしてそんなに焦ってるんだ。焦るに決まってますよ、もうすぐ大会が近いってのに思い通りの球がいってないんだから。それをどうして自分だけで抱えようとするの。野球は一人でやるスポーツじゃないって私に言われなくても分かってるよね。悩んでるなら誰かに相談したっていいでしょ、吾妻さんはピッチャーなんだから、一番身近なキャッチャーに。それをしようとしないのは桜田さんのことを信頼していないから。信頼していないのはあいつの方だ。そんなことないやろ、それは違うと思うぞ。さ、桜田さん、あのあっちの方で練習しませんか。お、優しいぞ直江。大丈夫です直江先輩、ありがとうございます。大丈夫ですから。とにかく吾妻は週末の練習時まで投げ込みは禁止、それが守れないなら先発は取り消す。いいな、
ふん。ああ、ふてくされちゃった。あがつまさん、返事は、もうお母さんやん。へえ、へえ、もう。いやー、なかなかですな。だからもう 言ったあかんこと言うやん、すぐ、あがつまは。信頼してないのはあいつの方だ。そんなひどい。いやー、どうなるんやろうな、これ。気になるわ。でも、今日は3話までなので、皆さんね、次の動画まで。あれ、まあみんな見れるか。そやな。俺だけじゃん、この、どうなるんやってのを我慢しなあかんの。いや、もしよかったらね、僕の動画で初めて見てくれてもいいんですよ。皆さん。うん、はい、というわけで、第3話の方見ていこうと思いますよ。8月のシンデレラナイン。桜田かわいそうやな。そらちゃん遅いな。待ってあげてんの偉いな。この前の雨の日、そらちゃんが投げ込みするって言った時、無理にでも止めるべきだった。今日のそらちゃんが明らかに良くなかったのは、投げすぎて疲れが溜まってたからだ。本当は私が一番に気づいて一番そばで支えてあげなきゃいけないのに。なのに今その場所にいるのは私じゃなくて。お疲れ様、近藤先輩。よかった、まだ帰ってなくて。桜田さんにね、渡しておきたいものがあったの。何ですか？え、何ですか？ちょっと待ってね、今日の分も書いちゃうから。桜田さんはまだ着替えないの？はいはい、そらちゃんが居残りで練習したいって言うかもしれないので。優しいな。そっか、よし、書けた。はい、これよかったら読んでみて。なんだこれは。あがつまさんと投球練習で組むようになってから、私なりに感じたことや思ったことを全部記録しておいたの。優しい。明日の練習試合2人でバッテリーでしょ。だから少しでも参考になればと思って。てんてんてん。あがつまさんのことは本当は桜田さんに聞くのが一番早いんだろうけど。練習1日目、コントロールは文句なし。構えたところにボールが来るなんてすごい。きっとたくさん努力したんだろうな。練習4日目、昨日よりまっすぐが遅くなってる気がする。球も若干浮き気味。気のせいだといいんだけど。練習6日目、ストレートに威力がない。あがつまさんに尋ねても調子が悪いの一点張り。大丈夫かな。う、あー、泣かないで。え、桜田さん、どうしたの？すいません。そらちゃんがこんなに苦しんでるのに、私何してるんだろうって。あー、これ泣けるやつ。それに近藤先輩がそらちゃんのためにここまでしてくれたんだって思ったら。そっか。あがつまさん、初めて野球部で見たときは、ずいぶん生意気な子が来たぞって思ってたけど。すいません。桜田さんが謝ることじゃないでしょ。それに今となっては感謝してるの。あがつまさんがはっきり言ってくれたおかげで、負けないぞって気持ちで必死に練習して速い球を取れるようになったんだもん。まあそれに関してはいいよね。うん。それにピッチャーはああいう性格の人が一番向いてるっていうよね。うん、まあそれはあるかもしらんな。そうですね、それは私も思います。負けず嫌いで自分を信じることができて、わがままで意地っ張りでプライドが高くて、なんだかやんちゃな妹みたいで、てんてんてん。そんな吾妻さんのことを私本当にすごいなって思ってるの。口だけじゃなくてちゃんと努力してるから。コントロールがいいだけでも驚いたのに、ストレートも速くてスタミナもあって。それは違います。ん？え？そらちゃんは本当はもっとすごいんです。なのに中学の時に私のせいでそらちゃんは。ごめんなさい、その昔のことなんて今は関係ないですよね。ううん、いいの。あがつまさんとはまだ話しそうにない？少なくとも今までみたいには。いやー、なかなかね。なら無理に話さなくてもいいんじゃないかな。え、仲のいい友達とは何でもかんでも本音で語り合うことがいいことだって思われがちだけど、親しいからこそ話さないことって確かにあるんだよ。親しいからこそ。近藤ちゃんもあるんかな。
桜田さんが抱えてる思いは今すぐ言葉にできなくてもいいと思うんだ。それってやっぱり勇気のいることだし。うわ、近藤ちゃん優しい。だからせめて明日の練習試合は桜田さんは桜田さんの野球をしてほしいな。なんて説教臭かったかな。ちょっとだけ。そこはいいや、もう。小さい頃からお姉さんやってるから癖なのかも。せやろな。あのノートありがとうございました。明日までにちゃんと目を通します。うん、試合頑張ってね。はい。はい。あー、終わり。一番いいとこで終わりやがった。はい、というわけで第3話見ていきました。いやー、これは明日の練習試合が楽しみですね。で、次行きたいんやけど、まあ今日はこの辺でね、終わりにしておこうと思います。次回ね、第4話から見ていこうと思いますので、よかったら皆さんチャンネル登録してお待ちください。というわけで、ストーリーじゃねえや、スカウト来てたよね。はい、こちらミッドに響く思い、待望の新入生スカウト、イエーイ。ということで、SSR の桜田が新登場ということで、多分おそらく4話からの、お話で出てくるんでしょうね。このシーン、空に届ける思いということで、吾妻空と空がかかってるみたいな感じがしますね。いやー、おしゃれなことするやん、また。ということで、こちらの桜田ちゃんが来ておりますよということですね。月属性のキャッチャーということです。はい。で、前回の千代ちゃんも出ますよといった感じですね。はい。で、今回新しいやつのデレストはこんな感じ。あー、全然使えるじゃないの、いいですね。はい。というわけで、いやー、これちょっと引きたいけど、まあ個人的になんか桜田結構好きなんで、いや引きたいけどなって感じですね。どうしようかなって感じでございます。はい。まあ皆さんもよかったら、引いてみてはいかがでしょうか。はい。というわけで、本日はこの辺で終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。というわけで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、チョス南水さんのチョスでした。バイバーイ。